どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。今日は初めての水遊びということで、初めて海に連れてきます。川に連れてきますね。ワンちゃん連れていくの楽しみですよね。でも気をつけないと危険なこともあったりしますし、ワンちゃんがもし水嫌いになっちゃったらどうしようっていうところもあったりすると思いますので、ぜひねそこもね、どんな風に慣らしていったらいいかっていうのもお話ししていきたいと思います。それでは内容に入るその前に、オンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってます。もしよかったらね入ってみてはいかがでしょうかということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。まずですね、ワンちゃんの中でお水が苦手な子たちも大前提でいますね。なので、そういう子たちをね無理にお水に入れるようにっていうのはしなくてもいいと思います。ただ好きな子、もしくはこれからお水で遊ぶのが好きになってくれる子たちを嫌いにはしない方がいいですよね。じゃあまずね、どうしていったらいいのかなっていうと、いくつかね大前提の話をしていきます。まずねこれね、自分もねワンちゃん飼いたての頃すごいびっくりしたんですけど、犬は普通に溺れます。なんかね泳げると思うじゃないですか。なんかボーチャーン言ってもなんかガバ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 ってたくましく泳いでくれそうな気がするんですけど、ね、実はね私がね、初めて飼った先代のワンちゃんですね、もう今亡くなっちゃったんですけど、ゴンタ君っていう、ね、名前のハスキー系のミックス雑種の子ですね、がいたんですけど、その子はねなんとね泳げませんでしたっていうのが、なんかお散歩してる時に、お水をこう飲んでて、でうちもね田んぼとかがねあったから、なんかマスみたいなこう田んぼの水を溜めとくみたいなところがあって、でそこにその細いなんかこう脇のこう流れてる川みたいなところを夏場で、ね、暑い時好きで、そのねなんかこう田んぼのこう水の流れてるところを足入れてチャパ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 歩いてたんですよね。チャパ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 歩いてて、でそしたらマスのちょっと深いところにドンって落ちたわけですね。もう普通にパチャ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 歩いてて、もうぼーっとしてドンって落ちて、で、あ、でも犬って泳げるよねって思ったら、うちの子まさかの溺れてて、で、急いで抱き上げて助けるみたいなことがありましたけど、本当にね、ワンちゃんね、中には本当泳げない子、シンプルに溺れます。なので、救命胴衣っていうか、そのワンちゃんが溺れないように、なんかこう、つけておけるやつがあるんですよね。それはもしねワンちゃんが泳げるか泳げないか分かんない、初めて行く時には買ってった方が自分はいいと思いますね。ゆくゆく例えば水の中入って怖くなくなってきて、で好きで遊ぶようになってから、そういうの例えばうちの子泳ぐの得意だから外してもいいわっていうのはいいと思うんですけど、最初からなしで行くっていうのはもう結構ね危険なんじゃないかなと思ってて、本当にね人間と一緒でボンって言って雰囲気でなんとなく泳げる子もいるんだけども、シンプルに溺れる子もまあ普通にいます。なので、そこはねなんかワンちゃんっていきなり泳げるんだろうっていうところから入らないでいた方がいいんじゃないかなと思います。で、さっきねちょっとねちょろっと触れちゃったんですけど、無理やり入れたりすると嫌いになる可能性があります。例えばね抱っこして連れてっちゃったりとか、抱っこして水の中入っちゃったらワンちゃんに拒否権ないですよね。なので、少しずつね水にやっぱり慣らしてってあげて、入ることに抵抗がなくなっていってから入ってあげた方がいいと思います。で、水の中で入った時におやつを使ってあげたりとか、おもちゃを使ってあげるのも全然平気なんですけど、水の中に落ちたボールとか、あとはおやつとかをね食べるのに、食べたり取ろうとしてお水ごと結構ガバガバ飲んじゃう子もいて、それでねすごい体調悪くなったりとか、なんかネットで調べるとね中にはね亡くなっちゃうワンちゃんもねいるとかいないとかみたいな話が出てきてますので、ワンちゃんがお水飲みすぎちゃったりするとやっぱりね体調悪くなったりすることも、あると思いますので、ぜひねそこもね気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。夢中で飲んでる時とか、あとはね、ガバ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 泳ぎながら結構飲んじゃう子の場合は、間にね休憩はちゃんと取らせて、でやっぱりね、あんまり飲んじゃうとやっぱりワンちゃんも体調悪くなるので、それこそねちょっと泳がせてあんまり飲んじゃう時はもう本当にね、止めてやめさせるようにしたりとか、そういうのもねこちらで見てやってってあげないといけないんじゃないかなと思いますので、ぜひね気をつけてやってみてください。あとですね、必ず、ロングリードはつけて遊ぶようにしましょうっていうのが、川とかだと流される恐れがありますね。なので流れがあるところだと、さっき言った通り人間も溺れますけどワンちゃんも流されますので、そういった時にね、大型犬とかね、中型犬になってくると、まあ、小型犬ぐらいだと
ったらひょいって抱えて泳げなくもないかなと思うんですけども、中型大型の子たちだと、まあ、暴れてパニックるのってやっぱ人間だけじゃなくてワンちゃんたちもやっぱり溺れればもうやっぱりパニックって暴れますので、そこはね気をつけていただいた方がいいかなと思いますので、ロングリードねつけていただければ、もしね流されちゃっても引っ張ってあげるだけでね手繰り寄せることができますので、そこも含めてね見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、これから夏暑くなってきたら、ワンちゃんと一緒に遊びに行こうって思う時ありますよね。特に、海ですね。海とかで遊ぶ時には海はねまだ波があったりするので、ワンちゃんもシンプルに怖がったりします。なのに自分たちね大丈夫大丈夫って言って海の中に急に引っ張って入れちゃったりとか抱っこして入っていっちゃったりすると、特にねさっき説明でも抜けちゃったんですけど、海はね動きがあるからやっぱりワンちゃんたちって怖くなる思うみたいで、自分たちからね望んで入っていくように、なってきてからの方がいいのかなと思います。で、あとは、一定数ね泳ぐのが好きじゃない、もしくは水に入ることに抵抗があるワンちゃんもいますので、そういう子たちをどうやって好きになりますかって無理地にせずに、もしかしたらね、岸で遊んでるうちにちょっとバチャバチャするようになった時にね入っていくようになるかもしれないですけど、まあ、嫌いな子もね無理に入れられるまでしなくてもいいかなと思いますので、ぜひね川遊び楽しく安全にやっていただけたらと思います。ね、ぜひね皆さんもね海や川ですねワンちゃん連れて楽しく遊んでいただけたらいいんじゃないかなと思うんですけども、ただね、くれぐれもその溺れたりとか、あとはね、お水飲みすぎちゃって体調悪くなったりとかね、そういうことはないように、それが管理できるのは人間だけですね。ワンちゃんもそうだし人間の子供もそうだけども、もうね好奇心の高い子たちほどね、その場の楽しさ遊び気になったことを優先して、体調が悪くなるまで遊んじゃったりすることもあると思いますので、ぜひね飼い主さんが細かく体調管理見てあげながら遊びの方もコントロールしてですね、安全に楽しくこの夏ワンちゃんと出かけてみてはいかがでしょうか。